ーちゃんの南ドリーミー187回目をお送りします。アイドル高アイドルミリーと申します。今日も、お客さんからいただいた衣装を着ています。特にこの襟の部分を気に入っています。はい、さて今日のおすすめ映画紹介コーナーはですね、ゴッホ最後の手紙という作品です。あのひまわりなどで知られる巨匠のフィンセント・ファン・ゴッホ、のその死の謎が解き明かされる、謎のねサスペンスドラマというか、ある日郵便配達人の息子のアルマンが、父の友人ゴッホの弟テオに宛てた手紙を、託されるんですけど、テオは、テオに手紙を託すために、パリに向かったアルマンは、ゴッホはなぜ自殺したのかをちょっと調べていくというサスペンスなんですけど、個人的に私は歴史や美術の授業でしかゴッホを知らなかったんですけど、まあちょっと繊細な人なんだなっていうことと、人となりや周りの人間模様がすごい分かりました。すごい深い作品だと思いました。まずは俳優さんが実写で撮るんですけど、ドラマをそれを元にした、ものを6万5000枚の油絵を、125名の方が描いて、それをアニメーションにしたサスペンスドラマとなっています。もう動いてる世界が全部ゴッホなので、もう世界にどっぷり浸かることができました。主演が、ダグラス・ブースさんと、ヘレン・マックロリーさん、吹き替え版が山田孝之さんと、三宅健太さんほか、すごい豪華となっています。11月3日から全国順次公開中です。ちなみにゴッホ展というね展示が、1月8日まで上野の美術館で行われています。他京都と札幌にも、来年開催されますので、皆さんも見に行ってみてください。はい、今日は素敵なゲストさんをお呼びしています。グラビアアイドルの森山莉子ちゃんです。はい、皆様こんにちは。1回ジャンプで3回揺れるおっぱい J カップの森山莉子です。よろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、なんか、はい、今日は何のコスプレをしていますか？今日はメイドです。うん、なんかお互いチェックだねって言ってたんですよね。おそろですねちょっとどうしてもね、突っ込まずにいられない、胸元、はい、ね、何カップですか？ A B C D E F G H I J です。すごい、はい、いやなんか私もね巨乳って言われるんですけど、全然うん、いやーもう眼福です拝まれました。そんなね、リコちゃんと今日はお話ししていきたいんですが、はい、知り合ったきっかけは、はい、あれツイッターでねご連絡をいただき、はい、ね、ぜひ出演したいですって言ってくれて、はいはい、こちらこそね恐縮ですという感じなんですけど、いやいや、ありがとうございます。なんかいろいろ見ていくうちに、はい、なんかいろいろやられてる方なんだなっていうのが分かって。そうですね、歌もやられてるんですよね。はい、もともと音楽の大学に行っていて、ピアノをやってたんですけど、ライブとかも3年ぐらい前まで主催したりとかやっていたんですが、最近はちょっと遠ざかっていて、で今月かな、11月の2日に久しぶりに大阪でライブをやらせていただいて、ライブ自体が久々だったんですけど大阪初で、そこでオリジナル曲を披露してきました。なんという曲ですか？はい、リコ音頭という曲です。うん、うん、はい、それはカラオケ屋さんで歌えるんですか？そうなんです、ジョイサウンドさんで、うん、歌手名森山莉子で検索するとリコ音頭っていうのが出てきて、PV も出てくるんですけど、うん、最後まで頑張って見ていただくと、最後ら辺は水着になっているので、そこまで見ていただけるように2番から水着を入れました。なんかどういう内容の歌詞ですか？はい、歌詞はもう温度なので、こう楽しい感じで、ああもうノリノリな、はい、わっしょいみたいな、ああ明るい感じですね。よいしょよいしょ。なんかそんな、はい、こう例
えばもう一曲できたら CD にして出したいとかね、はい、ありますか？そうですね、もう一曲作るならば、今アコーディオンの練習をちょっと頑張っているので、アコーディオン入れた曲を作りたいなと思っています。うん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 、なんか何でもできるんですね、はい、楽器とかね、すごい、何でも手を出しちゃうタイプです。なんか何でもっていうでちょっとね、はい、反応したんですけど、なんか株、はい、やられているんですよね。はい、株アカデミーという学校のイメージガールをやらせていただいていて、はい、そのお仕事の一環として元金50万円で株を運用するというのを9月からスタートさせていて、そのブログの方も書いているのでぜひ見てください。うーん、難しそう。難しいです。ドキドキします。この携帯のボタン一つで、売り買いが成立してしまうので、なんか間違えないようにとか、あーおおーみたい、この一つでもう何万円がみたいな、気をつけないと。そうなんです。すごい頭いいですね。全然頭は良くないんです。でもそんな、なんかこう頭を使わなくても誰でも運用できるやり方っていう、学校で教えてもらってるので、やっているので、勉強せず予想せずにできるやり方なので、ぜひ皆さんも一緒にやりましょう。あー、なるほどね、はい、いや、どうしても FX をよぎってFX は大変そうですよね。ちょっと違うんですよね。なんかそうですね、FX は24時間相場が空いていると思うんですが、はい、私がやってるのは信用取引の株なので、9時から3時までの間だけ、しかも波乗り投資法っていうのでやってるんですけど、1日1取引だけ、1銘柄だけっていうやり方なので、気になる方はちょっと後で教えてください。はい、なんか趣味とか特技、はい、なんかありますか？特技、そうですね、最近は旅行が趣味で。いいですね、アクティブに、はい、そうですね、趣味、洋服買ったりとかあんまりしなくて、全国いろんなところとか海外とかいろんなところに行ってみたいなっていうのがあるのと、来月は台湾に行くんですけど、今こう配信でみんながよくやってる17ライブっていう配信アプリで会話してるんですけど、それが中国の方と台湾の方がよく見ているので、はい、話をしたくて最近ちょっと勉強しているので。17アプリ、はい、17ライブっていうアプリです。17ライブ、なんだろう、ツイ、はい、キャスとかショールームみたいな感じですか？そうですね、そういう感じのちょっと別の台湾の会社のアプリなんですけど、すごくハマっていて、毎日配信しています。毎日大変だ。そうですね、でも楽しいです。誕生日になる瞬間もみんなでカウントダウンするっていう配信は寂しくないです。なんかライブチャットみたいな感じですね。そうですね。誕生日、はい、今月だったんですよね？そうなんです。14日です。はい、はい、ほやほやですね。ほやほやです。何してたんですか、誕生日、その配信の他に？そうですね、カウントダウンはもう完全に配信でみんなでカウントダウンをして、14日当日はドラえもん店に六本木のまだこのオンエア中もやってますよ、ドラえもん店に行って、その後グラドル文化祭っていうところで私働いてるんですけど、はい、そこのオーナーさんが晩ご飯連れてってくださったので、そこで乾杯ってしました。グラドル文化祭っていうのは調べたんですけど、はいはい、ちょっとメイド喫茶のような、はい、グラドルさんがいるメイド喫茶みたいな感じですか？そうですね、働いてる子たちが全員グラビアアイドルのコンセプトカフェで、オーナーさんが元 SDA の手塚まち子さんがやられているっていう。なんか行ってみたいです。ぜひぜひ。女性のお客さんっているんですか？たまにいらっしゃいます。へー、でもグラドルしかキャストになれないんですよね、はい、むしろなんか入れそうですよね。DVD 出してないんでなんかダメかなみたいな。なんかそういうのは全然ないと思います。撮影会とかやってれば一応グラビア系統に入るのかな、はいはい、ちょっと見学しに行ってみます。ぜひね、撮影しちゃおう。撮ってください。はい、じゃあね、そんなリコちゃんが、はい、なんかお知らせとかありますか？はい、あります。まず11月の22日水曜日、東京トンテキ秋葉原店とヨドバシカメラの8階になるんですけれども、こちらのイベントに私はイメージガールとして出演しています、手塚まち子さんと森山リコが出演で、
6時半から大食い大会があるんですけど、これは出場者今募集中です。優勝すると1万円プラス東京トンテキお食事券10回分、めっちゃいいので私も優勝狙ってます。あとは12月9日、最新イメージ DVD トゥギャザーしようぜい、こちらのトゥギャザーしようぜい、こちらの、発売記念イベントが5時からソフマップ1号館でありますので、こちらも来てください。あとはですね、グラドルカフェ、グラドル文化祭にこちらたくさん出ているので、はい、こちらの方もあの Google 検索で、はい、グラドル文化祭と打っていただくと出てくると思います。はい、あとは先ほどお話しした森山リコオリジナル曲リコ音頭が、うん、PV 入ってます。ジョイサウンドで、はい、ぜひぜひ歌ってください。はい、はい、リコちゃんなんか DVD が、はい、ね、これは前回の作品ですか？そうなんです、これはちょっと今出てる分の新しい作品で、はい、その次の作品が今月の11月30日発売になります。ね、買うんだったら会いたいですよね、はい、そうですね。ってことはソフマップのイベント券を、ね、ソフマップで買ってほしい、はい、目当てに、はい、お願いします。こんな感じで、続いてチャリティーオークションのご紹介をしたいんですが、はい、じゃん、じゃん、先ほど撮ったばかりの私たちのチェキがあります。あとね、2人で書いた色紙があります。こちらを出品したいと思います。リコちゃんは、はい、今日はいかがでしたか？あ、楽しかったです。あっという間でしたね、うん、短いですもんね、ずっと喋ってると。楽しかったです。はい、私のお知らせもちょっとだけ最後にさせてくださいね。26日がね、バクマウリキャミズというイベントがあります。あとライブもね、続々決まっています。その他の一日店長の、ね、バーもありますし、金爆賞も決まっています。あと年末にね、キャットファイトに出場します。はい、こちらもね、ぜひぜひチェックお願いします。はい、という感じで今日のゲストは森山リコちゃんでした。またありがとうございます。はい、最後はイメージ映像になってお別れです。またね。Tokyo Borderless TV.